い、こんにちは、ハーミーです。今日は2014年の8月の25日です。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。25日ということはですね、皆さんサラリーマンであればですね、待ちに待った給料日だと思うんですよね。ハーミーもですね、例外ではなくて、25日給料日だったので、今日はですね、ちょっと贅沢したいなと思いまして、お昼からですね、焼肉を食べてきました。苫小牧にお住まいの方だったらちょっと気になっている方が多いんじゃないかなというふうに思っていた店に今回行ってまいりました。それがこちら、焼肉ダイナーハウスファム。こちらの焼肉ダイナーハウスファムさんなんですけれども、札幌の白石店に続き2号店となる店舗がですね、苫小牧に5月の10日に、オープンしております。で、店舗のね、立地の感想なんですけれども、焼肉ダイナーハウスファムさんが立っている場所が、あの大型商業施設のですね、アヨンさんの通りに面しているので、とってもこう交通量のあるところに立地があるので、あのとても分かりやすいです。はい、駐車場もですね35台分確保されていますし、店内のですね座席数も18卓用意されていてですね、そのうちの5卓がテラス席になっていますので、夏の間とかね、あのちょっと昼間のランチ焼肉みたいな時にはですね、まあ、晴れていればなんでしょうけれども、テラスでの焼肉も、できるようです。メニュー等もですねかなり豊富にありましたので、下の方にねホームページを貼っておきますので、興味のある方はそちらを見ていただきたいなと思います。今回ハーミーはなんかこうランチのセットみたいなのを今回食べてきたんですけれども、本当にボリュームたっぷりでですね、大満足のセットでした。さらにですね、ご飯とスープがおかわり自由という、ハーミーのようなですねこういうデブには、もってこいのサービスがありますので、ぜひ行ってみてください。本当に美味しくて本当にお腹いっぱいで大満足でした。はい、ということで、焼肉でお腹いっぱいになったハーミーが焼肉ダイナーハウスファムさんをご紹介いたしました。皆さんよろしければ行ってみてください。ではまた会いましょう。ハーミーでした。